浦和レッズは2007年、日本勢として初めて AFC アジアチャンピオンズリーグ、ACL を制する偉業を達成し、クラブワールドカップ W 杯の出場権も手に入れた。その一方、アクル優勝から2週間後に行われた第87回天皇杯全日本サッカー選手権大会では、初戦の4回戦で J2 愛媛 FC に0対2の完敗。 過密日程をこなしていた53試合目にあたり、門番の田中マルクス・トゥーリオは、ゲーム数が多くてクタクタだよ。いつもなら足が伸びる場面でも、今日は伸びなかった、と承知した。さらにこの3日後、J2 陥落が決まっていた横浜 FC との最終戦にも敗れ、リーグ2連覇を逃してしまう。優勝へのカウントダウンが始まった第30節から3分2敗と足踏みし、 猛追してきた鹿島アントラーズに逆転優勝されたのだ。このシーズンをもってドイツに渡った長谷部誠の言葉には無念さだけが詰め込まれていた。なんで優勝できなかったのかな。もう本当に情けなくて。疲れていたけど体力のことは言い訳にならない。今は何も考えられないし、ただただ情けないだけ。この負けは一生忘れない。クラブ W 杯への意気込み。 そう簡単に切り替えられるものじゃない。この年の5月、長谷部にはイタリア一部のシエナから獲得の申し出があった。しかしクラブの藤口光則社長とホルガーオージェック監督は、リーグ連覇とアクル制覇に欠かせないキーマンとし、残留工作に身を砕いて夏の遺跡を回避させた。2002年に静岡の古豪、藤枝東高から加入した長谷部は、 6年目の7年が契約更新のタイミングにあたり、身の処し方に字幕が集まった。シエナが浮上してから、半年以上も遺跡に関する話題を聞かなくなったので、クラブ W 杯初戦に向けた12月5日の練習後、私は去就について尋ねてみた。契約更新の紙はもらっていますが、まだ何も決まっていないんですよ。これからクラブと話そうと思う。 自分にはまだまだいろんな可能性があるし、選手として目指す方向をよく考えてから決めたい。もちろん海外で挑戦したい気持ちは強い、と正直な胸の内を明かした。ただこう話してはいたが、この時点で欧州移籍はほぼ決まっていた。